ド天国ビデオボリューム41。第108回。108回。行かれた橋にやチーム天国、はい、関東大会。このスープラ誰だ、スープラ、はい、これはもしかして亡くなった人ですか。うるせえ、亡くなってねえよバカタレが。バカウト。イカ天知ってる？全く聞いたことないね。聞いた。じゃあ何だろこれ。なんでないの？どうして？アウトから。そうだそうだ。あなた。インタコ85。何？このままこのままでいいの？今日はね、このまま。あ、バルバルバル。豪華とかに本当にいますね。壊したバンパー。当たった。収録映像満載。イカ天裏側レポート。D1 崩れの人たちがね、たまにね、後輩の面倒見にか冷やかしながらやってきとるですね。ついに電気泥棒を始めたチームが現れたですよ。関東大会。こうやって配られとるですけども、リタイアがもう続出しとるですよ。はい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 、うまいうまいうまい。仕方なか余った時間を使って優勝者のマシンチェック行ってみましょうか。レーシング時代に頼んで、はい、作ってもらいました。はあ、中古部品を集めたわけじゃないですね。ボヘミアン。すいません。そんなそこで見ているあなた、どうしても出たいという人はこちらと向いて、今日は上に出とるですね、こちらまでどんどんご応募していくんじゃい。黒船来襲。アメリカはラスベガスへと向かった。愛人レスラー2人が立ちふさがる。北米一の冒険ウェポン H。 オレイ。コックリさん、オレイにはできない細かい技。戦士結果の機関棒ザ・グレート・テツヤ。天山俊樹。白煙番長決定戦 in ラスベガス。勝ったのはアメリカ東海岸はニューヨーク、その中心部マンハッタンから30分ほどにあるオールドブリッジタウンレースウェイパーク。ここが次戦の舞台である。15秒第2試合、夢の白煙タッグ、ここに換算。出てまいりました。いやこれはくれぐれタック若干の優勢ということになったんでしょうか。いやジャイアンツ戸村の悪夢はすごい。その中に消えてった上野馬之助。さあこの対決、勝ったのはどちらでしょうか。あのスモック発生機スモックマントールがニューマシン製作にかかる。スモックマンの潜伏先へと足を踏み入れた。そんじゃねえよ、はっきり言って他のやつなんか相手になんねえよ。